ンド行ってみる？うん、行けるとこまで。わっ、ジューセット始まるよ。洞窟に宝物があるんだって。なんかね、お年様がいっぱい入っている宝物なんだって。うん、それ初めて見る。ドキドキワクワク。宝物探しに行ってみようか。うん、レッツゴー。くぐるよ、くぐるよ。すごい、すごい、すごい。すごい、すごい。狭い、狭い。狭い、狭い。すごいね、これ。すごい洞窟じゃん。わ、すごい、もう涼しいじゃん。あ、すごい涼しい。天然のクーラーだよ。ちょっと怖い。ちょっと怖い。ちょっと怖いね。上がすごいね、形がすごい。うん、上、あーすごいね。あ、登れた。行くよ。あ、滝があるね。すごい、水がいっぱいだね。あ、見て、あれ壁ギザギザしてる。うん、ほのかちゃん、ぽちゃーんってなりそうだよね。おっ、ゆらも今一瞬落ちるところだったね。滑ったよ、気をつけてね。あ、滑ってストームリーンだよ、これで、お洋服に入れるね。滑ってストームリーン。水いっぱいだね。わー、すごいな。わー、すごい、見てこれ、泥んこ。わ、ここ上がパパが行けないくらい、ほら低い。上見てごらん。ユーラは行けるまだ。行けるね。宝物どこにあるのかな。ない。ないだからね。ここにはない。みんな暗い。ね、暗いし、なんか私が知ってる小乳洞もない。あなたが知ってる小乳洞一体なんだ。これ洞窟だね。パパ、楽しい。あ、やったじゃん。楽しい。わわ、上の方見てごらん。あ、ほら上の方。すごい。誰が作ったんだろう。誰作ったんだろうね。これ自然にできたんだよこれ。これすごい。なんかさ、これミルクティーみたい。これ。冷たい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 。すごい冷たい。めっちゃ冷たい水。この水の中に入るからね、後で。ね、奥の方はね、水が流れてるんだって。お宝さんけど、お宝はない。お父ちゃんも慣れてきたよ、ほら見て見て、お姉ちゃん頑張ってるよ。歩いてる、歩いてる。お姉ちゃん頑張って歩いてるよ。よいしょ。これ冷たいから、この水。いや、結構深い。やべ、ゆらちゃん、大丈夫？行こう、行こう。入って入って。いいよ。頑張って。なんか大丈夫そうだろ。あ、大丈夫？あ、冷たい。いやー、冷たい。いやー、冷たい。ちょっと待って、冷たい。冷たい。冷たい。嘘でしょ、これ行けないのかって。頑張って。行けないよ。行けないよ。うわ、いや、頑張れ。いいか、大丈夫？頑張れ、頑張れ。急げ。あ、ちょっと浅くなってきた。足首ぐらいがいい。足首ぐらいだったら気持ちいいね。
けたいけた。よいしょ。流れが緩いね。そうだね。赤唐辛子大丈夫。こんなとこ初めて来たね。頑張っていきますよ。よし行こう。これが冒険だね。冒険だね。これ冒険だよ。足首くらいまで行ってないよ。足首ね、超えてるよ。膝くらいまで行ってるよ。ここは冷たい、気持ちいい。気持ちいい。手が冷たくない。ねえ、これ天然だよ、天然。大丈夫、頭打った。ここから先、上からポタポタくるよ。上からポタポタくる。行こう行こう。うわ、これは大変だ、これ。ママ大丈夫？大丈夫。いいよいいよ。もうダメだ。あ、これはすごい。これ頭打っちゃうよ、これ。よいしょ。ユーラじゃないそうだね。もしかしてこっちにあるかも。行ってみる？行けるとこまで。うわ、見て、ユーラの膝まで届くぐらい。本当だね。わあ、膝が。うわ、深い深い。もう見た。頑張れ。膝についちゃった。頑張れ。狭いから私ここ真ん中入れる人 いるのかな。ママ大変だったら交代するよ。あ、危ない。深すぎ。ゆうちゃんじゃん。うわ、ここ深い。いける？いけるかな。そうだね、浅いところを見て。うわ、ここはちょっと受け渡しが必要だ。何？携帯の電気がなかったら真っ暗だね。おい、これヘッドライト必要だったら。ヘッドライト頭につける照明。というわけで、今回はセガトイズさんのホームスターっていうプラネタリウムの機械ですね。簡単にお家でプラネタリウムが楽しめる機械をご紹介してみました。はい、これ夜とかで電気消えてこうやってオンでクーって寝てたら、なんかお星様がいっぱいでお外で寝てるみたいで気持ちそう。今日やろう。そうだね、今日やってみよう、寝るとき。ここのカセットがありまして、これこのカセット取るとそこにお星様が入ってるんだけどね。こういう感じ、お星様が入ってて、見せて見せて。これはね、冬の星空のカセットで、もう一つ一緒についてたのが冬の星座へのカセットもついてて、それでカセット取り替えると映るものが違う。こっち星、こっちは違う。こっちは星座。星座っていうね、星の星でお絵かきしたやつ。今日さ、寝るときはこれだけど、落ちてるときはこれがいい。
ャシッと。ユーゲストまた見てね、バイバーイ。最後まで見たく